はいどうもこんにちは。今回はオキシ水銀化脱水銀化反応について解説をしていきます。人名つかないですけど人命反応でくくられるパターンのやつで、1ステップ目のオキシ水銀化、2ステップ目の脱水銀化という反応に分かれています。この反応はアルケンを吸い和してアルコールを合成するという反応なんですけども、前回紹介したブラウンヒドル放素化という反応がありましたよね。あれと双方的な反応でアンチ負荷によるマルコフニコフ型の生成物を与えます。 これちょっとややこしいんですけど、ブラウンヒドロ法則化の場合は、新負荷によるアンチマルコフニコフ負荷。今回のオキシスギン脱水銀化反応は、アンチ負荷によるマルコフニコフ型なんですよね。アンチっていう言葉は逆のみたいな意味なので、今回の反応は逆側から近づいてマルコフニコ不足に従った生成物ができる反応。前回のヒドロ法則化は同じ側から近づいてマルコフニコ不足の逆になるっていう意味です。では実際に反応機構を見ていきましょう。一般式はこのようになります。 1>, 1段階目がオキシ水銀化、2段階目が脱水銀化の反応です。まずここに書いてある酢酸水銀の酢酸イオンですね。酢酸イオンの1個が外れて、こういう風うに水銀の価値音と酢酸イオンに分かれます。この水銀の価値音というのが活性種になります。で、この活性種に対してアルケンが孵化します。そしたらこんな風に酸イン化になるんですけど、これちょっとイメージつかないですよね。 これ何が起こってるんだろうっていうのが分かりやすいように非公式っていうんですかね、僕が勝手に考えた機構をちょっと書いてみました。これはイメージなので、実際にはこういう機構ではありません。まあ水銀は第六周期の繊維金属なので、分かりやすいように理解するっていう方が無茶なんですよね。まず、アルケンの2つの炭素のうち、より級数の低い方から電子が伸びていって水銀の価値音に攻撃します。なぜ低い方からかっていうと、その方が級数の高いカルボカ値ンを作れるからですね。で、この場合だと2級になります。 反対側のこっち側の炭素に水銀がつくと、この末端側の方の一級カルボカチオンになってしまいます。だからこっち側から攻撃してこうなるよっていうことです。そしたら水銀のロンペアがカルボカチオンに対して攻撃してこのように三因化になるっていう感じです。何度も言いますけど、これはなぜ三因化になるのかっていうのを分かりやすくするために書いただけで、テストでは多分これ書いちゃダメです。三因化になることがすんなり受け入れられるっていう人は今の話は忘れてください。 で、この三位間の構造っていうのは、水銀の部分がカチオンになっているわけなので、隣のこの二つの炭素から電子を引っ張っていると考えれば、この二箇所ですね、こっち側とこっち側のどちらの炭素もデルタプラスになっていると考えることができます。さっきの話を思い出してほしいんですけど、こっち側にデルタプラスができると2級、こっち側だと1級になりますよね。デルタプラスっていうのはカルボカチオンと同じくプラスですから、デルタプラスの安定性もカルボカチオンと同じです。 ということで、より級数の高いこっち側の炭素の方がデルタプラス性が高くなるわけです。なので、こっち側の炭素に対して水が攻撃します。このステップがアンチ負荷と呼ばれる過程で、水が水銀の反対側から攻撃するからアンチ負荷というわけです。このステップは SN2 反応のように書いていますけども、実際はこんな風に先に軽く外れてデルタプラス性が高くなっているところに水が攻撃するので、どちらかというと SN1 反応に近い機構です。まあ、繊維金属の反応なので、あんまり深く考えない方がいいと思います。 で、この孵化した水のプロトンっていうのが最初のこれですね。この酢酸ンによって外されて、こういう風になります。ここまでのステップが1段階目のオキシ水銀化です。次に脱水銀化なんですけども、NABH4 などのヒドリド還元剤を用いることで、このヒドリドが水銀に攻撃します。そしたら、この炭素水銀結合っていうのがラジカル的に配列して、こういう風になります。水銀の上に一電子、そして炭素上にラジカルが一つできました。 最後に、このさっきくっついた水素と水銀の結合っていうのがラジカル的に配列して、この水素の部分が炭素にくっつきます。これで還元的な脱水銀の過程になります。ここで水銀は1個電子をもらうので、1個前のこの過程でもらっていた1個の電子と一緒にこういうふうにロンペアになります。この過程で最初は水銀がカチオンだったのが、最後アニオンになっていることに注意してください。この後、酢酸イオンが外れてゼロ化の金属水銀に分解します。 この反応はこれだけ見てもらえばわかる通り、カルボカチオンを経由しない反応なので、ワーグナーメイヤワイン転移などのカルボカチオン転移が起こらない非常に有用な反応です。この転移が起こらないという結果からも、さっきイメージですって言って説明した機構が嘘であることがわかります。あれはあくまでわかりやすくするために僕が勝手に作った補足的な説明なので、ノートとか撮ってる人はこの部分はイメージなので嘘ですっていうふうに大きく書いておいてください。ではこちらの反応を見ていきましょう。前回のブラウンヒドル放送課の時に紹介した出発物と同じですね。 まず、アルケンが酢酸水銀のカ性種ンに近づいて、こんな風に酸イン管になります。そしたら、この酸イン管の2つの炭素のうち、よりデルタプラスなこっちの炭素に対して水が攻撃します。水銀が外れるとこっち側が酸球なので、デルタプラスはこっちの方が大きいですよね。で、この孵化した水のプロトンが外れて、こういう風に OH になります。ここまでが1段階目ですね。次に NABH4 のヒドリドが水銀に配します。 そしたら、ここの炭素水銀結合っていうのはラジカル的に配列して、次にこの水素と水銀の部分がラジカル的に配列して、ここの部分に水素が結合します。で、ここの水銀のアニオンっていうのが脱離するんですけども、これは酢酸イオンと金属水銀に分解します。これで還元的に水素が結合して、この反応は終了です。ということで、この反応はこのような生成物を与えるということになります。この部分の R 体と S 体の制御はできません。この酸塩管からの水の負荷っていう過程で、どっち側からくっつくかわからないですよね。 この結果を前回のブラウンヒドロ放素化と比較するとこんな感じになります。今回のオキシス銀化では級数の高い方に OH が付いていますけども、ヒドロ放素化では級数の低い方にこのように OH が付いていることがわかりますね。この2つの反応はまとめて比較することをお勧めします。ノートに書き出すなりして1プロセスずつ比較していくとよくわかると思います。ということでちょっと並べてみますね。こっちがヒドロ放素化、こっちがオキシス銀化の反応です。 ヒドロウ送化の細かいところはそっちの動画で詳しく解説しているので、軽く解説するにとどめますけれども、このヒドロウ送化もオキシスギン科も、加える主役が9数の低い側にこういうふうにつくっていうところは同じなんですよね。ヒドロウ送化ではウ素が末端についていますし、オキシスギン科では水銀が末端についています。でもこの時ヒドロウ送化の場合は、もともとウ素についていた水素がこの部分に深腐化するので、こっち側に水素がつくことになります。 それに対してオキシ水銀管の場合は、この水銀管の酸因管に対して水がアンチ負荷することで OH がつきます。この時点でこっち側に水素がついているか OH がついているかという違いで生成物のアルコールの位置が決まるわけです。あとは省略しますけど、この酵素の部分が酸化されて OH になればアンチマルコフニコフ型のアルコールが得られますし、こっちは水銀の部分が還元されて水素になればマルコフニコフ型のアルコールになるというわけなんですね。 最初に言った通り、このアンチマルコフニコフ型のアンチっていうのと、アンチ負荷のアンチっていうのは、どちらも同じ逆っていう意味ですけど、混同しないようにしっかり理解して区別してください。 どちらの反応も因子や定期試験によく出てくる非常に重要な反応なので必ず覚えておくようにしてくださいね。最後に告知です。この新有機科学チャンネルの中で紹介した反応を検索することができるアプリっていうのをこの度リリースすることになりました。非常に便利なアプリになっていますので興味がある方はこちらの QR コードもしくは概要欄の URL から飛んでぜひダウンロードしてみてください。App Store の方でも直接新反応機構と調べてもらえれば出てきます。まだ iPhone 版しかないんですけども Android 版は絶賛開発中なので Android の方はしばしお待ちください。今回の動画が役に立ったという方 はチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。ご指摘リクエスト等ありましたらコメント欄にどしどし書いてください。アプリを使っていただいた方は App Store の評価とレビューを書いていただけると励みになります。皆様のお勉強の役に立てれば嬉しいです。それではバイバイ。